はい。No, that's no. You have to find that panel. Yeah, you're gonna have to call somebody for that. Which one? Right. See that right there. See this right here is still hot. Okay, up there. Uh-huh. Right here. See that? See how it's purple? It's purple because it's hot. You gonna take a picture of it? Yes. This one. Yeah. See that? Yeah. Damaged. Mm-hmm. Okay. It should be easy fix. Just have to find the part. Oh, easy. Easy fix, but find the part. It's gonna be hard. We need to. Demon can open by himself. This one. Yeah. Ready? Mm-hmm. Meter will take the lock. Oh, okay. And I'm gonna leave the lock. Mm-hmm. Okay. Okay. 一難去ってないのにまた一難。はい。おはようございます。不動産投資としても。失敗し続けている公平です。はい。いやーもうね、本当にね、いやー参った。いや、まだ終わってないんですけどね。はい。もう YouTube としても、もう本当ネタが尽きないっていう感じぐらい、もうどんどん、いろんなことが起きてくる。家のことで。まあ今日の動画はですね、家を持つと、まあね、家みんな住んでらっしゃると思います。まあ、早めに気づかれると、まあ、被害額が少なくなるかもしれませんよ、ということと、まあ、ちょっとね、電力会社のやり取りでも、今ね、ちょっと残念な結果っていうか、まあ、残念なことを言われたっていうか、まあ、それがあるんですよね。それと、視聴者さんに、まあ、ちょっと謝りたいっていうか、ちょっと僕の考え方、やっぱり良くなかったな、という点もね、言いたいと思います。はい、まずですね、まあ、ちょっとね、簡単に、前回のね、動画見てらっしゃらない方のために、ちょっと時系列的にね、まあ、短く言うと、僕の家、屋根だけではなくて、今ちょっと電気の方も、すごく問題に、なっちゃったんですよね。はい、家のね、まあ、ほとんどの、まあ、80% ぐらいの電気が、急にピタッと、動かなくなったんですよ。まあ、その予兆はね、今考えると結構前から、1、2ヶ月前からあったんですよね。なんかコーヒーマシーンが止まったり動かなかったりとか、あとコンピューターのモニターが、パッパッとちょっと途中で消えたりする時とかあったんで、それにちょっと早めに気づいてればよかったなと思ったんですよね。で、僕はもうてっきりコーヒーマシーンとかね、そういうモニターが悪いのかなと思ってたんですけど、まあそうではなくて、電気がね、悪かったんですよ。で、まあ、業者さんにね、前回の動画の通り、来てもらったわけですよ。ブレーカーの方をね、まあ、まず見てもらって、で、そしたら、まあ、ブレーカーも、やっぱり結構古いわけですよ。まあ、視聴者さんのね、コメントでもありましたけれども、うん、まあ、それも原因の一つと、いうことで、とりあえずブレーカーとかを移動させたり、変えてもらったり、新品のに変えたら、今ちょっとある程度のね、場所はまた一時的に、復旧させてもらってる状態なんですよ。まあ、とりあえず、数日だけでもね、Wi-Fi が動かなかったりすると、ちょっと仕事にもね、コンピューター使うから、困るからね、とりあえず動かせるようにしてもらったんですよね。で、その後ね、まあ、それで終わってたんですけど、まあ、電力会社さんね、来てもらったんですよ、すぐに。で、ね、ちょっとお店、ね、外でちょっと一回現場でお見せすると、はい。ね、これ。いや、ね、電力会社さん、まあ、結局ね、その業者の方来てもらった後、夜にね、遅くに来てもらったんですよ。夜の8時ぐらいかな。はい。ちょっともう寝ようかなと思ってる時にね、来たんですよね。はい。はい。例のこちらです。はい。ブレーカーがね、ある場所が外なんですよ、外。はい。こちら。はい、もう見るからに明らかに古いんですが、まあ結局これも、まあダメって言えばダメらしいんですよね。まあもう古すぎて。で、まあ一応ね、原因が分かったのが、まあここも良くないんですけど、この上、これが、これの奥にあるのが、まあ原因っていうのが、まあ電力会社さん、まあエディソンっていう会社があるんですけど、で、そこで、まあ原因が分かったんですよ。で、これをね、ちょっと外す。あ、今ね、で、これ、電力、エディソンしかね、会社、電力会社しか触れないんですよ、これ。ほんで、ハンディーマンの人触れなかったんですけれども、ね、今ちょっと、なんで触れないかっていうと、ロックしてあって、取れないようになってたんですよ。で、今これ、取れるようにしてもらったんですね。ほんでね、ちょっと片手でいけるかな。あ、いけたいけた。はい。これ、原因がね、今ちょっとお見せすると、このね、右側にあるのがダメらしいんですよ。この、あれ見えるかな？ちょっと触ったらダメって言われたんで。これ。
はい、なんかね、これが原因らしいんですよ。これが死にかかってるのか死んでるのか、はい、これ、はい、でね、まあ、一応これでまあ原因分かりましたよと、まあ、いうことで、まあ、ちょっとね、この電力会社さんのね、あのやり取りも聞いてほしいんですけれども、もしかしたら日本とアメリカこの辺は似てるのかどうなのかな、うん、まあ、じゃあね、あの部分それが悪いと、まあ、ダメージがあるということで変えてくださいよと、僕言ったんですよ、ね、あ、よかったよかった、じゃあそれ直せますかと言ったら、その電力会社さん、いや直せない直さないって言われたんですよね。え、なんでかなと、いや直してくださいよと、ね、まあ、原因分かったんでしょうと、まあ、言ったら、いや、うちは直さないと、言われたわけなんですよ、そのエディソンさん。で、まあ、今日来たのは、その、まあ、電力が、まあ、ちゃんと流れてるっていうのをね、まあ、確認しに来たっていうのと、まあ、その、あと屋根から上は、なんか障害なら、うちが、ちゃんと流れるまで、責任持ってやるけれども、これは、屋根から下の部分の、まあ、家についている部分は、それは、タッチしないと。いわゆる会社的にルールで決まってるのかな、触った、家の中の方は触ったらいけないっていうのが屋根から下は、まあ、どうもなってるっぽいんですよね。うん。で、うちはやらないと。まあ、そういう原因は、そう伝えることしかできないって言われて。はい。まあ、じゃあそうですかと。まあ、言って、まあ、終わったんですよね。ほんで、その後に、まあ、一応そこだけ直せば、また電気普通に昔みたいに使えるからと、まあ、言われたんですよね。うん。で、ただ、その部分、あの部分は、探すのがむちゃくちゃ、大変、タフって、言われたんですよ。すごい、まあ、いや、まあ、古いのかな、まあ、そういうのもあるのかもしれません。うん、そう、世にあんまり出回ってないパーツなのかもしれません。で、それはすごい大変やと思うけれども、まあ、グッドラックみたいな感じのね、こと言われて、夜遅くに帰られました。はい。いや、まあ、しょうがないですよね。まあ、この家ね、まあ、築、結局59年、なんですよね。んで、まあ、あちらこちら、まあ、外側はね、すごい悪いところがいっぱいあるんですけれども。でね、まあ、一応ね、その、まあ、前回来てもらった、そのね、僕のよくやってもらってる、業者さんにね、今ちょっと画像とかね、そう送って、今、うーんっていう感じでね、っていう状況なんですよ。まあ、その方もね、まあ、いろいろちょっとパーツとかね、ちょっと探すのが上手い方で、まあ、僕の家のことをまあすごいお願い、あちらこちらお願いしてる人で、まあ、良心的なね、割と価格でいつもやってくれる人なんで、まあ、期待はしてるんですけれども、今のところ、まだちょっとイエスノーがはっきりしてないっていう、まだ探す、部品を探されてるのかな。今ちょっと画像を送った状態で、まだちょっとね、どうなるかわからないんですが、もしかしたらね、場合によってはなんか全体を変えないといけないのかな、どうかわかりませんけれども、まあ、パネル自体もね、やっぱり、まあ、だいぶ古いですよね、明らかに。ね、コメント欄とかでもありましたけれども。うん。まあ、僕ね、もうちょっと屋根の件でね、失敗と言いますかしてるんで、ね、ここはもうお金の金額だけじゃなくて、もう一気にね、古いのはもう全部、もう新しくできるならしちゃおうかなとか、まあ、そういう部分もまあ考えているんですよね。またこれはね、ちょっと業者さんと話し合ってと、まあ、いうことになります。でね、まあ、最後に、ちょっと僕、まあ、ちょっと、まあ、視聴者さんにね、謝りたいっていうか、まあ、嫁との喧嘩を、が、嫁に謝りたいっていう感じかな。うん、まあ、僕ね、その、まあ、前の動画でね、家、今僕のね、ちょっと屋根がまあ悪いわけですよ。屋根が、まあ、屋根も問題なんですけど、それを今変えないといけないわけで、それが、まあ、$18,000するわけですよ。18,500か。ね。で、それが、まあ、日本円だと、まあ、260万とか70万とか、まあ、そんな感じですよ。で、まあ、ちょっと、まあ、嫁とのいざこざがあったのは、まあ、クレジットカードで払うか。ね。それか、まあ、ちょっと現金、まあ、今最近ちょっと僕も詰めて仕事してって、ちょっとお金が少し貯めたっていうのと、まあ、株を売ったことで、まあ、払える、一時的にね、それを現金で払えるお金が用意できたわけなんですよ。うん。でも、ま、それ払うとすっからかになっちゃうからということで、で、そこで揉めててね、ちょっと視聴者さんにもね、まあ、YouTube で、いや、もう僕が正しい的にどちらかというと話したかもしれない。いやー、現金で払った方がいいでしょ、みたいな感じで言ったかな。で、そしたらね、まあ、コメント欄のもう8割、9割の方が、いや、利息ないんなら、まあ、ね、もうクレジットカードで絶対行った方が行くべきだ、っていう人がもう多数派で、まあ、そうだなとも思ったんですよね。まあ、あとね、まあ、やっぱ何があるかわからないね、まあ、
わからないわけじゃないですか。いつ現金が必要になるかもわからないっていう中で、無理して、ね、その払うことはないっていうのが、まさにもうすでに今の状態で、もうなっちゃったということで、いやー、またちょっと恥ずかしい判断をしそうになってました。すいません。はい、まあね、この不動産投資、まあ、僕はねこの家、まあ、自分の持ち家、あの住むだけのために買ったっていうか、投資の面でもね、まあ、買っているんですけれども、いや厳しいですね、やっぱこういうメンテナンスっていうのは。またね、ちょっと一回どれぐらいかかったかっていうのをここまで買ってから、まあ、一度出してもいいかもしれませんね。ちょっとローン以外でどんだけかかってるのかと。まあ、いくらね家が、まあ、あれだけね、まあ、この前上がったって言ったとしても、やっぱもっと爆発的に上がらんと利益出すのは本当難しいなと、思ってる次第です。はい、またねこの家のことも兼ねて、不動産のこと、住宅のことも引き続きお話ししていきたいと、思ってるので、まあ、チャンネル登録して、待っていただけると嬉しいです。はい、ではですね、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。